が過ぎてから分かるように、こんな口元の前歯ですら失ってから価値が分かるように、満たされているのに何かを望むのは結構な贅沢ではあるけど、満たされているのに何も満たされていないと思うことは傲慢でもある。でも自分を確認する余裕なんてないくらい時代に食らいついていく。アーティストとか詩人なんて言葉使いたくないから、表現する上で腹八分目は諦めに値する。いつでも空腹で、朝目が覚めた瞬間は空白で、今日一日を自分で彩っていきたい。心を蝕む病は命を見失い、体を蝕む病は命と向き合うように、苦し紛れでも最後の一小節まで終わらせない。なんでかドラッグストアで買った缶ビールだ、体にいい気がするような、なんでか前歯がない方が素直に笑っていられるような、なんでか身分証なんてない方が肩の荷が降りた気がするような、なんでか失った全てが自分の背中を押してくれてるような。心蝕まれたとしてもまた一小節から始める。カンビエルのプルタブの開封音がスタートの合図、相づちばっかの人生は BPM は95、はつまり聞いてるようで聞いてない、でも生きてるようで生きてない、この底の方で凍っていた思い出さえ息を吹き返すリリックだ。なんでない、もともとなかったものを探し続けた弊害か、もともとあったものをなくした時にこれほどまでかと膝をついたんだ。もともとあったものさえなくしてしまう自分には、もともとなかったものを手に入れることなんてできないと、落ちに落ちたけれど重力の影響か、そこの方には言葉が重なり合うように待っていて、今日またこの曲でいろんな方々に出会えた。2023年8月10日、会社は夏季休暇前の最終出勤日、僕は仕事終わりに歯医者の予約を入れていた。4年前に前歯を折った時と同じ歯科医院で、緊張しながら診察室に入ると、4年前と同じ先生が対応してくれて、また前歯折った。僕は多分ビールジョッキをぶつけて折った気がしたけれど、カッコつけてマイクにぶつけておりましたと言った。本当は生きがいにぶつけておりましたと言いたかったけれど、ステージと違って目の前に自分の弱点だけを照らすライトが当たってる診察台で、そういう抽象的な表現は求められていないと思った。まだ音楽続けてるんだねと、治療を始め治療後また折れたら来なさいと、何かをなくした時にしか会うことない方々が、もともと自分になかったものを差し出してくれた気がした。また折れたら来るので、先生もお元気で、この前歯のようにいろんな方の手を借りて補強して生きていく。もともとの自分が強くなるよりも、あなた方の手を借りて生きていく。なんでかドラッグストアで